今回の、国連会議というのは歴史上初めて核兵器禁止条約の交渉を主題に据えた画期的な国際会議になります。私たちとしてはですね、唯一の戦争被爆国、日本の国民のですね、核兵器廃絶の思いを国連にしっかり届けていきたいと考えております。で、さまざまな活動を行いますが、まずはですね、今週金曜日に、24日ですが、キム・ウォンス、国連軍縮問題担当上級代表と会談をして、日本共産党としての国連会議に対する要請を行いたいと思っております。来週は27日から会議に参加をいたします。日本政府の対応はまだ不明確ですけれども、その点いかがでしょうか。まだ参加自体も決めてないようですけれども、私は今からでもですね、日本政府は核兵器禁止条約に背を向ける態度を改めてね、核兵器禁止条約に賛成の立場に転ずるべきだと、態度を変えるべきだと求めておきたいと思います。中国が参加しない、中国共産党というか中国に対してどうお考えでしょうか。中国不参加ということですが、やはり中国がですね、この間当初掲げていた、核兵器禁止条約という旗をね、事実上下ろしてしまって、で P5 の側に身を移したと、で核兵器問題での深刻な変質が起こっているということをですね、大会決議でも指摘しましたけれども、そうした事態が現れていると思います。何かこう働きかけみたいな、来ないですから来れば先方とですね、国連でも会談をしてですね、ぜひ賛成をという働きかけはやるつもりでおりましたけども、来ないものは仕方ありません。サンダースさんとの面会の調整中ということでしたけど、今回はどんな感じ。これはもう何度も言っているように、今回の訪米はですね、国連会議への参加が目的です。ですから今のところ予定しておりません。明日の森友問題の承認喚問がありますけど、どういう点に注目していますか。そうですね、私たちは根本問題をしっかり正していきたいと思っております。で一つは国有地の超格安払い下げに政治家がどのように関与したかという問題、それから、二つ目はですね、教育長国を暗唱させるような森友学園の異常な教育をですね、首相夫妻が持ち上げてきたという道義的責任の問題、そして3つ目はですね、小学校がですね、異例のスピードで、認可されたというですね、この大阪府の対応がどうだったのかという問題、この3つの問題はとても大事な根本問題だと思うんですね。100万円の問題もちろん究明する必要もありますが、こういう根本問題を究明する一歩にしていきたいと。でもう一つ強調したいのはですね、これあくまでも第一歩だと。で私たちとしてはですね、野党4党として財務省関係者、国交省関係者、これまず承知すべきだということを要求しております。ですからあくまでも今度の承認喚問というのは、真相究明の第一歩であって始まりだと、これを一つ大きな契機にしてですね、全体の究明に進んでいきたいというふうに考えております。どうも、はい、どうもありがとうございました。どうも。